この任務を引き受ける。
やっぱりいたか。ミケが君の匂いがすると言うから本当にいるかどうか確かめに来たんだ。お前の匂いはもう覚えた。何か特別な力を秘めている。はっきりとは分からんが。そうだぞ、ミケさんの腹はすげえからな。いや、なんとなくだがな。しかし大きくは外してないだろう。実際のところはミケ本人にしかわからないんだから、あんまり真に受けない方がいいかもしれないよ。ところで兵団の仕事には慣れたか。知りたいことがあればこいつらに聞くといい。二人とも優秀な兵士だからな。何かあればいつでも俺たちに相談してくれ。今は何か聞きたいことはあるか。そうだね、兵士としての強い覚悟を持てるかどうかかな。覚悟がないといざという時迷いが出るからね。じゃあそういうことだから、これからも何かあれば気軽に聞いてくれ。ああ、戦い方のコツとか兵士としての心構えなんかは先輩兵士としてそれなりに助言できると思うからね。やった。
やるね。
準備はいいか？全員行くぞ。あ、分かったよ。休みはない。いざ縁談か、救援に向かおう。助けてくれ、頼む、早く。無駄だ。ありがとうございます。まだ油断をするな、任務は終わっていないぞ。電子戦なんだ、無視はできないよな。新兵の動きじゃなかったぞ。この感じだ。今ね、危なかった。分かりません。まだ油断をするな、任務は終わっていないぞ。やるね。今任務から戻ったとこだ。もしかしてわざわざ出迎えに来てくれたのか。冗談だよ。そ
そんなことより俺たちの活躍をお前にも見せたかったぜ。討伐記録また更新しちまったよ。だけどゲルバーの戦い方は褒められたもんじゃないよ。刃もガスも消耗しすぎなんて。これが俺のやり方なんだよ。とはいえ今回は補給物資に余裕があったし、地形にも恵まれてたから無事に済んだのかもしれねえな。例えばガスと刃が残り少ない状況で激戦に放り出された、君ならどう対処する？みたいな奴に物資を渡したらすぐに使い切っちまうだろうぜ。だけど考え方としては悪くないと思うよ。自分だけでなく味方全体を見て判断すべきことだからね。とにかくいろんな状況を想定してあらかじめどう対処するかを考えておいた方がいい。そうじゃないといざという時に腹をくくれないからね。よし、今日の講義はここまでだ。さあ、飲み行くぞ。おい、お前もつけ。ゲルバー、そういう誘いはこの子がもっと大人になってからだよ。はいはい、じゃあ、またな。Yeah.
会なのがいいと手間がかかりそうで頼む。なんだよあれ、聞いて
ないよ。やるね。よう。どの任務を。
無人の姿を確認、戦闘を開始です。任務を果たすだけだ。どんな戦いだろうか。あれは救援要請、急行します。遅い。見上げたものだ。
やはり前に嗅いだ時と同じだ。お前には何か他のやつとは違うものを感じる。お前、何か特殊な力があるんじゃないか。ああ、俺にはそう感じる。何か特殊な力があるなら、巨人との戦闘で役立つかもしれん。俺の鼻のように、どういう力か確かめたい。俺が見てやる。お前が兵士としてやっていくなら、他人と違う才能を見つけ伸ばしていくべきだ。思いつく限りの手段で力の正体を探ってやる。厳しい特訓になるかもしれんが、根を上げるんじゃないぞ。この調子だ。
見上げたものだ。皆さん、こっちに強い巨人がいるのかな。
皆さん。ここで殺す。いざ。悪くないな。その調子で頑張ってくれ。この調子だ。追っかけて追い詰めてすりつぶしてやるんだから。ありがとうございます。感激です。おっしゃ。誰か加勢してくれ。ありがとうエルヴィン。あなたの手を煩わせたのは不本意だけどね。気にするな判事、私の腕も捨てたものではないだろう。見上げたものだ。やってきたね。待ちに待ったエレンの巨人化検証実験の日が。Look.
分隊長、ウキウキしすぎです。そろそろ壁外調査も近いんだし、しっかり検証しておく必要があるよね。てめえのそれは半分趣味じゃねえのか。いやいや、調査兵団としての大切な使命だと思っとるよ。まあ趣味っていうのも否定しないけど、これが人類の存亡をかけた一大実験だってことに変わりはない。エレン、頼むよ。ああ、もし俺が暴走したら、いや、何でもね、必ず成功させてやる。そういうことだ。さあみんな位置についてくれ。早速実験を始めよう。すみません、巨人になれなくて。いや、エレンは十分頑張ってくれたと思う。君が巨人化できなかったのには何か原因があるはずだ。エレン、君はトロストク奪還作戦で3度巨人化した。最初は巨人の腹の中で、次は駐屯兵団に方向を向けられて。はい、間違いありません。そして市街地の大岩を持ち上げるために巨人化したのが最後です。なるほど。この3回に共通することはいくつかあるけど、中でも着目すべきは何だと思う？近くって言っても結構距離がないかい？巨人の近くにいたってだけじゃないと思うんだ。私は巨人化の能力はエレンが命の危険を感じた時にだけ発動するんじゃないかと考えている。ただあくまでこれは仮説であって検証の必要がある。だから次は壁外で実験をしてみよう。おい、ハンジ、どういうつもりだ？壁外にいる巨人を誘い出してエレンの巨人化を試す。危険だけどこの方法が一番手っ取り早い。しかし壁外での実験を団長が許可するでしょうか？エルヴィンは壁外調査の成果でエレンの有用性を証明すると言った。ならいざ壁外調査に出てエレンが巨人になれなきゃ元も子もないだろ。これは必要不可欠な実験だ。許可は必ずもらえるはずだ。心の準備をしててね、エレンも君も。わかりました。次こそ絶対成功させてみせます。嘘でしょ、そんなに間抜けだったの？ま
言ってやがる、ペトラ。俺は本気だ。それが兵長にとって最も役立つものだからな。ねえ、ちょっと聞いてよ。兵長への贈り物、オリオが掃除道具はどうかって言ってるんだけど。甘いな。お前程度では俺の考えに及ばないようだ。何でもすごく水を吸う雑巾を贈りたいんだって。便利かもしれないけど、贈り物にするのはいくらなんでも。やはりペトラは分かっていないな。その程度では俺の女房を気取るにはまだまだ。ねえ、あなたはどう思う？雑巾を贈り物にするっていう案。そうだよね。雑巾はまた別の機会にしなよ、オリオ。なら他にいい案でもあるってのか？俺に反論するなら代案を考えてからにするんだな。オルオに相談したのが間違いだったのよ。もう自分で別の案を考える。ま、俺以上の案を思いつけるとは思えねえが、楽しみに待っててやるから、せいぜい考えるんだな。の誘い出しに成功しました。こちらに向かっています。よくやった。さすがはリヴァイ班だ。それじゃあ早速交戦準備に移ってくれ。エレン、私たちは確かに巨人との戦いに慣れているけど、だからって必ず君を守り通せるわけじゃないからね。万が一ってこともある。君の命を守れるのは君自身しかいないんだ。はい、やってみせます。よし、いい返事だ。さあ、私たちも配置につこうか。ああ、今回こそは成功させる。いいだろ、クソメガネ。この辺りの巨人は狩り尽くしちまったぞ。実験は中止だ。まだエレンは巨人化できてないってのに。ちっ、おい、どういうことだエレン。自分で噛んだ手の傷すら塞がってねえようだが。すみません。クソ、なんでうまくいかねえんだ。おかしいな。エレンが確実に命の危険を感じるように状況を整えたし、演出もバッチリだったのに。それもありそうだね。次はもっといろんな状況を試してみようか。そもそも私の立てた仮説が間違ってたのかもしれないし、
もう一度考え直す必要がありそうだ。しかし万が一エレンの能力が壁外での実用に耐えないものだったら作戦は白紙に戻ってしまいますね。くそ、俺はどうすれば。とりあえず今回は撤収作業に移ろうか。私とモブリットは今回の実験結果をまとめてくるよ。エレンはここで少し休んでね。君はエレンの手当てをしてあげてくれ。悪いな。救援要請で助けに行かないと。
エレンのやつ、一体どういうつもりだ。エレンは危険だ。さっさと仕留めねえとこっちがやられる。苦戦してるみてえだな。行かねえと。エレン、気分はどうだ。あまりよくわかりません。実際に敵意を向けられるまで気づかなかった。そこまで信頼されてなかったとは。当然だ。俺はそういう奴らだから選んだ。エレンには俺たちへの敵意が、いや人類への敵意があるのか。エレンの答えによってはあいつを殺すこともやむを得ない。神経の動きじゃなかったぞ。エレンのやつ、どういうことだ。許可は下りていないはずだぞ。巨人の力は危険だ。あんなものを野放しにはしておけない。おお、巨人たちに囲まれちゃったね。どうする。面倒だ。原因で奴らを殲滅するぞ。エレン、お前は戦うの。下がっている。予定を立てましょう。くそ、自分にできることはねえのか。エレンさん、お願いします。よし、私たちでみんなが撤退する時間を稼ぐぞ。よし、こいつが役に立ってくれればいいんだが。ここで殺す。
とは距離を取りながら戦え。また巨人になりやがるとは。ええ、どうしてまた巨人化したの。エレン、なぜ命令を無視した。ダメだ、通じてない。エレン、なぜだ、聞こえてないのか。巨人の力を操れないとなると、ウォールマリアを塞ぐっていう大義もクソもなくなる。命令だ、なんとかしろ。とはいえ、巨人化するための条件はなんとなく分かってきたぞ。自傷行為だけじゃ不十分なのは最初の実験で判明した。命の危機に瀕した状態で巨人化を試みてもできなかった。何度試してもダメだったのに、エレンは突然巨人化した。落とした包帯を拾おうとした時、そしてあの戦闘中、実験との相違点を考えると、おのずと巨人化の条件が見えてくるはずだ。君は何だと思う？いや、そんな不確かな条件ではないと私は考えているんだ。まだ断定はできないけれど、おそらく自傷行為に加えて何かしらの目的を持つことが必要なんだと思う。目的ですか。最初は包帯を拾うという何気ない目的で右腕だけが巨人化してしまったけど、2回目はどうだった。巨人に食われていくみんなを見てらんなくて、どうしても自分も戦わなきゃと必死で。そう、それだよ。より明確な目的を持ったことで完全な巨人化に成功したんじゃないかな。
自我を維持できなかったのは残念だけど、大丈夫、慣れればきっと使いこなせるようになるはずだよ。これは俺たちが判断を間違えた、そのささやかな代償だ。だからなんだって話だから。お前を抑えるのが俺たちの仕事だ。それ自体は間違ってねえんだからな。すまなかったな、エレン。俺たちはお前の力に怯えてしまっていたような。でもそれでも私たちはあなたを頼るし、私たちを頼ってほしい。だから私たちを信じて。はい。Thank you.